アルバルク東京は東京都渋谷区をホームタウンとして B リーグに所属しているプロバスケットボールチームである。母体はトヨタ自動車男子バスケットボール部。全国タイトルはトヨタ自動車時代に計17回。アルバルクは電撃のアラビア語をもとに A 文字表記したもので電撃的プレーを披露するチームの意気込みを表すと同時に AL イコールザ、V イコール勝利。 アークイコール箱船で、勝利を運ぶ箱船という意味を合わせ持っている。アルバルクの前に使っていたチーム名は、ペーサーズ。NBA のセントラル地区に所属する、インディアナペーサーズと同じ名前だった。運営会社は、B リーグ発足に合わせ設立されたトヨタアルバルク、東京株式会社。ホームアリーナについて、2016から17シーズンは、国立代々木競技場。 第2体育館を使用。なお同館は2017年7月3日から2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会開催に向けた耐震改修工事に入るため2017から18シーズンよりホームアリーナとして駒沢オリンピック公園総合運動場体育館アリーナ立川立費を使用している。 2022から23シーズンにより、B リーグ初年度開幕戦の舞台でもあった、国立代々木競技場第1体育館をホームアリーナに定める予定であるが、新アリーナ建設計画も進行中である。新アリーナについて、現時点で詳細は未定であるものの、親会社であるトヨタ自動車がパレットタウン再開発として多目的アリーナ建設計画を発表し、 2025年開業を目指している。クラブスローガンは w e ーもともとは2017から18シーズンのスローガンであったが以降のシーズンでもある悪く東京を中心に w ィ e の輪を広げていきたいという思いから継続して使用している。歴代ユニフォーム2016年11月6日にお披露目された。チームカラーでもある赤がメインで熊をモチーフにしている。 チアリーダーの名称は、アルバルク東京チアリーダー。ディレクターは、砂川純子が務める。また2018から19シーズンには、ファミリーガールとして、魔法戦士マジマジョピュアーズのユニットマジカルが務めた。2019から20シーズンにおいても、応援ガールズとして、ガールズ2が引き続き務めている。2007年から2020年まで、 長らくチームを支えてきた聖中岳城2016から17シーズンシーズンスローガン、若瀬。B1 リーグでは東地区で開幕を迎えた。特にアルバルク東京は田中大輝、松井慶十郎、竹内ジョージ NBA 選手でもあったディアンテ・ギャレットなどを要し、開幕前から優勝候補として期待されていた。9月22日、9月23日に開催された。 B リーグ開幕戦では、BJ リーグでは、最多4度のリーグ優勝に輝いた、琉球ゴールデンキングス2に連勝を決める。また、シーズン途中には元 NBA プレイヤーのジェフウェアーズも、加入した。その後、アルバルク東京が所属する、東地区では、栃木ブレックスや、千葉ジェッツと、熾烈な優勝争いを繰り広げる。2017年5月3日に、栃木の優勝を決められたが、 東地区2位で B リーグチャンピオンシップ進出を果たす。クォーターファイナルでは、中地区2位の3円ンンネオフェニックス2に連勝を決め、セミファイナル進出を確定。セミファイナルでは、中地区優勝の川崎ブレーブサンダースと対戦。第1戦を落とすも、第2戦では死闘の末に勝利し、第3戦にも連れ込む。一時は、アルバルク東京がリードしていたもの、第2クォーターでは、 川崎の猛攻に遭い、逆転負けを喫する。この結果、1勝2敗で、セミファイナルで敗退し、B リーグ優勝を逃した。ベスト5には、田中大輝が選出される一方、オフに、伊藤拓真ヘッドコーチが退任。松井慶十郎、田村大輔、ディアンテ・ギャレットの契約満了も発表された。2017から18シーズン就任1年目で、 B リーグ制覇を成し遂げたルカ・パビチェビッチ、シーズンスローガン、ウィーホームアリーナである国立代々木競技場、第2体育館が前日のように、7月3日からオリンピック関連による耐震改修工事に入るため、立川市のアリーナ立川立人世田谷区のコマザーオリンピック公演総合運動場体育館に移し、全30試合のホームゲームの大半を立川、残り4試合を、 コマーザワで行う。ヘッドコーチには、日本バスケットボール、協会技術委員会アドバイザーだったルカ・パビチェビッチが、就任。京都から小島元木、秋田からレンタル一跡で安藤受けなり、筑波大学から馬場雄大、そして、カンザス大学出身のランデン・ルーカスが、新たに加入した。7月に行われた、新体制発表会見では、新たに、パワーフォワードのジャワット、ウィリアムズ、 センターのアレックス・カークとの契約が発表された。8月に行われた公開練習では代表活動を行っていた田中大輝と馬場雄大がチームに合流。外国籍選手3名も揃い、体制作りが進められた。シーズンでは激しいディフェンス、ピックロールを基本としたオフェンスを展開。シーズン通して安定した強さで東地区2位の成績で、 チャンピオンシップ進出を決めた。チャンピオンシップでも圧倒的な強さを発揮し、クォーターファイナルでは西地区2位の京都に快勝。また、セミファイナルでは中地区優勝の三河との接戦を制し、そのままファイナルへと駒を進めた。ファイナルではレギュラーシーズンで勝ち越している千葉との対戦となり、東地区同士での対決となった。試合では田中大輝の活躍。 そして、チーム全体での激しいディフェンスを生かしながら、勝利を決め、JBL を制した2011から12シーズン以来6期ぶり、プロ化してからは、初の B リーグ制覇を成し遂げた。ルカ・パビチビッチ HC は、チャンピオンシップでの選手の戦いぶりを称えた。なおファイナル MVP は、23得点のカークに次ぐ15得点を上げ、 チームトップの5アシストを記録した田中大輝が受賞した。2018から19シーズンファイナル MVP を受賞したババユーダイシーズンスローガンアヘッド昨シーズンを戦った主力メンバーが残留。さらにミルコ・ビエリツァの加入を発表。昨シーズンに気づいた戦い方を継承し、上積みを行ったままシーズンに臨んだ。開幕直前でのアジアチャンピオンズカップへの参加に、 伴い、ほぼ休みなしで、シーズン開幕を迎えた。さらに田中大輝、馬場雄大、竹内ジョージが、日本代表の活動に伴う離脱を含め、リフレッシュとチーム作りが進まず、2018年を19勝10敗で折り返すなど、苦しい戦いとなった。2019年に入ると立て直しに成功。レギュラーシーズンを44勝16敗、東地区3位で終えるとともに、 ワイルドカードでチャンピオンシップへの切符を掴んだ。チャンピオンシップのクォーターファイナルではアウェーで中地区優勝の新潟と対戦。2戦とも勝利し、セミファイナルに駒を進めた。セミファイナルではアウェーで西地区優勝の琉球と対戦。逆王手をかけられるものの、その後は立て直し、第3戦を迎えて72-60で勝利した。ファイナルでは昨シーズンと同カードで 千葉と対戦。大接戦の試合展開になったものの、71から67で下し、リーグ連覇を決めた。なおファイナル MVP は、馬場雄大が受賞した。2019から20シーズンシーズンスローガン、エクシードサイトを匠、シェーファー飛行機のレンタル遺跡など、戦力に動きはあったものの、基本的に主力選手は変わらず。須田雄太郎の加入、 ジェフエアーズの3シーズンぶりの復帰など戦力の上積みが図られた。盤弱なチームメンバーの下、ルカ・パビチェビッチ体制は3年目を迎えることになった。シーズン開幕前ではアジアチャンピオンズカップを優勝。リーグでは好調な成績を維持し、2020年1月末の時点で東地区州に躍り出るなど連勝で首位をキープしていた。シーズン途中には ババユーダイがアメリカ挑戦でチームを離れ、さらに故障者も続出し、苦しい状況にも見舞われた。しかし、それでも成績ペースを落とすことがないまま維持。だが、シーズン途中での新型コロナウイルス感染拡大の状況変化もあり、3月20日から4月1日に開催する B1 リーグ戦の中止、さらには CS 中止が決定された。これに伴い、 リーグ戦最終順位は32勝9敗。リーグ最高勝率での東地区優勝が確定した。シーズン終了後、ルカ・パビチェビッチ HC の契約延長が発表された。また、聖中岳城、ミラン・マチュワンの引退を発表。なお、聖中岳城が入団時からの背番号7はクラブとして初めて永久欠番にすることが決定された。 2020から21シーズンシーズンスローガン、リチャレンジ新シーズンのキャプテンには、安藤受けなりが就任。開幕前には、デション、トーマス、カイルバローンが加入。新型コロナウイルス感染拡大の状況変化もあり、3選手に陽性反応が出たことに伴い、チーム作りが2週間遅れた。そのため、十分な準備ができないまま開幕を迎えることとなった。そんな中、 川崎との開幕戦では、前半の川崎の得点を22点に抑えるなど、盤弱なディフェンスを軸にした、試合運びで85から79で勝利した。だが、その後、帰化選手、外国籍選手のアドバンテージを持つクラブに赤敗を強いられるなど、戦績を7勝3敗のままバイウィークを迎えた。11月中旬からのブレーク期間を経ても、苦しい戦いが続き、 平均失点の増加を含めたディフェンスの課題を抱えたまま27試合を終えた時点での成績は15勝12敗となった。2009年2月14日、代々木第二体育館 QJBL、日本リーグ一部の第22回から第33回までは C、T のディビジョン制を導入。日本リーグ一部の第34回のディビジョンは SL、NL として実施。 JBL NBL 以下は B リーグ加盟以後の統計。2006から2007プレイオフ2007年3月18日、トヨタアルバルク東京に関するカテゴリー。ありがとうございます。